ありがとうございます。また気持ちも新たにという今シーズンかと思いますが、そうですね、はい、声を持っております。さあ、直道が今ヒットを打ちまして、中日ドラゴンズが反撃。ランナー三塁に進むとアウトになりました。アウトになりまして、ワンアウト一塁ということになっています。現在試合は3回です。ここからは伊藤園とご覧のスポンサーの提供でお送りします。1対0とジャイアンツがプロ初スタメンの小林のヒットを起点にチャンスを作って1点を先行しました。さあ、追いかける中日ドラゴンズという現在の3回の攻撃です。ノーアウトランナー一塁という場面で堂上直道のレフト前ヒット、三塁に進もうとした松井雅人ですがアウトになりまして、ワンアウトランナーは一塁となりました。立浪和義さん、はい、ちょっとドラゴンズにとっては痛いプレーになりましたが、ね、いい形でね、つないでいったんですけど、非常にもったいないといえばもったいないんですが、